今回は潮干狩りで取れる貝とその下処理方法を紹介します。海に向かってやる気満々のサバケルです。早速何か落ちていると思ってヨメケルを呼ぶサバケルです。今日は風速最大5メートルの風が吹いて風切り音がひどいですので音を消しています。見つけたのがバカ貝、別名青ヤギ貝。潜む場所をすぐ変えますが、砂浜でだらしなく舌を出して大潮の日はよく逃げ遅れて日向ぼっこしていることが多く、バカ貝と残念な名前がついています。では雰囲気のある場所に移動し貝掘りをしていきます。ここは漁業権などはなく無料の貝も巻かれていない浜辺になり、たくさんは取れませんが、その代わりいろいろな貝に出会うことができます。早速アサリが取れました。毎年この浜辺に来ておりますが、アサリはほとんど取れたことがなく、アサリに似た潮吹き貝という砂抜きが難しい貝ばかりが取れていたのですが、今年はアサリがザクザク取れましたね。さすが巻かれていない浜辺だけあって、毎年取れる貝が入れ替わるのも面白いところです。貝類は同じ場所で固まっていることが多く、1個取れたらその周辺で次々と取れることが多いです。ここでアサリの天敵ツメタガイが取れました。この貝はアサリやハマグリを食い散らかす嫌われ者。潮干狩り上級者は見つけたら駆除しています。一応食べることも可能ですが、ぬめりがひどく苦手なので駆除しておきます。ただ無料の浜辺は貝毒による食中毒などは完全自己責任となりますのでご注意ください。近隣で貝毒が出ていないかなどネットで下調べすることをおすすめします。潮干狩りで取れる貝の種類のほとんどが食べることが可能ですが、今回紹介する貝が潮干狩りで取れる代表的な食べれる貝になりますので参考にしてください。まず代表的なのがアサリ、潮干狩りの主役。大きさは最大6センチにもなります。触ると縦方向の溝でだらザラザラします。下処理は砂抜きと殻ごと使う料理が多いので、ゴシゴシ水洗いしてから使いましょう。次にハマグリ、潮干狩りのお宝、高級食材。アサリは年2回産卵しますが、ハマグリは年1回のため数が少なく、取れたらひときわ嬉しくなります。大きいものは焼きハマグリにできますし、味は貝の中でも一級品、甘みがあって濃厚ですが、小さいハマグリはリリースしてあげましょう。私が撮影している間に子供たちが大物をゲットしていました。今回は家族4人で来ていますので、たくさん取れそうです。次に巻かれていない浜辺でよく取れる潮吹き貝、地元ではドンビ貝とも呼ばれ、砂抜きが難しいので地元の人は取りません。一度地元の人にドンビ貝ばっかし取ってどうするのって言われたこともあります。私個人的にはアサリより肉厚でジューシーな上にすごく美味しかったので、今回のメインとして潮吹き貝を持ち帰り下処理方法を紹介いたします。それと最初に拾ったバカ貝、別名青ヤギ貝、これも砂抜きが難しく、茹でてからむき身にして寿司ネタとしても有名です。次に鏡貝、これも砂抜きが難しい貝、ただ大きいものが多く、少し深場に行くと8センチもの大物も取れます。旨味は少ないですが、酒蒸しや佃煮にすればそれなりに美味しくいただけます。関東の方で人気急上昇中のアメリカ原産のホンビノス貝にもよく似ている貝になります。ここで潮干狩り用の道具ですが、一般的な熊手タイプでは少し深く掘るのに力がいりますので、ねじり釜をおすすめします。軽い力で貝のいる深さまで一かきで掘れます。これも100均で売られています。それと今回は取れませんでしたが、マテ貝も取れます。去年撮った動画です。取り方が特殊で、巣穴があったらそこに塩を入れ、出てきたところを身が切れないように慎重に引っこ抜きます。砂抜きも必要がなく、そのまま調理できます。味は貝らしい旨味が非常に強く、出汁もよく出ますので、味噌汁や酒蒸し、
最近話題のアヒージョなどもおすすめです。これは1年前に同じ場所で採れた貝になります。潮吹き貝が大きく、マテ貝がうまく採れた年にもなります。この辺が潮干狩りで採れる代表的な貝になります。マテ貝以外はすべて砂抜きが必要になります。あと潮干狩り場ではいろいろな生き物に出会えます。カニやエビ類、クラゲにアメフラシ、特に干潮時の干潟は本当に楽しいと思います。そろそろ潮が満ちてきたので撤収しようと思います。では家族全員分の収穫をお見せいたします。今回は3時間ちょっとでしたが大収穫でした。取れすぎたので簡単な選別を行い、小さな貝はリリースしておきました。持ち帰り方は海水を入れてエアポンプを使えば貝が呼吸しやすく、帰りながらある程度砂抜きができますので、おすすめの持ち帰り方です。貝の選別作業をし、大きく3つに分けました。持ち帰るまでに結構砂抜きができましたが、アサリハマグリは引き続き 3% の塩水を作り、もう1日砂抜きしておきます。潮吹きにエトセトラ、シジミになります。では潮吹き貝とその他の砂抜きが難しい貝類の下処理方法になります。塩を少し入れてボイルいたします。量が多いので沸騰してから入れても5分くらいかかって開きました。早いものだと1個30秒くらいで開きますし、半分くらいは殻から身が取れます。すべての貝が開いたらザルにあげ、時短のため水で冷まします。別に水で冷まさなくても時間に余裕があるなら自然に冷ましましょう。そのまま殻から身を取り、外頭膜と呼ばれる外側の膜を開くようにめくります。外頭膜の付け根に砂や泥が残っていることがあります。エアポンプでの持ち帰りのおかげでほとんどの貝が砂を出してくれていました。潮吹き貝以外のバカ貝や鏡貝も同じ要領で砂を取り出します。むき身にしてから一個一個洗う方がいいですが、砂抜きの状況が良かったのでザルのまま流水で洗い流します。これで砂抜きが難しい潮吹き貝の下処理の完成です。あとはそのまま佃煮にし、アサリはパスタに、ハマグリは酒蒸しにしていただきました。今回は巻かれていない潮干狩りで取れる貝の種類と下処理方法を紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。